こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、またリモートですけども。リモートですね。ちょっとさあ、はい、団長どうしました？フェイスブックが乗っ取られまして、私。ほら、石田さんまで。そう、レイバン乗ってたんですか？いや、なんかなあ、そう、団長よくね、勝手にレイバンを売りまくるっていう。僕は人にレイバンを売りつけるっていう乗っ取られ方をね、するんですけど。なんかいろんな人から連絡来まして、フェイスブック、まあ僕フェイスブック一応アカウントあるんですけど、はいはい、ちょっともうあんまり見てもないというか、まあ、作ったまま放置してるっていう感じで。あ、僕もそうやったんですよ。もうそんなに見てなかったんですよね、うん、そしたら今日なんかね、ちょっとスマホの調子が悪くて、いろいろなんかね、設定をこまごま変えてたんですよ、実は。うん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 。でその流れが関係あるのかどうなのかちょっと分かんないですけど、で、あの、知り合いから続々と乗っ取られてるみたいよとか、変な動画が来たよとかっていう連絡が来て、うん、で、あ、見たら確かになんかメッセージをいろいろ送ってるみたいで、あの、Facebook の自分の友達にね。で、なんかタイムライン上では自分のところはなんか変な書き込みがあったりとか、そのレイバン売ろうとしてるとかはなかったんだけど、なんか、なんか私の動画見てよみたいな、はい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 、なんかそういうの送りつけたみたいで、ちょっといろいろ対応してました。うん。でもさ、はい、なんかわーとか思いつつ、うん、なんかやっぱこういろんな人から連絡が来るのよね、その乗っ取られてるみたいよとか、うんうん、大丈夫とかって、うん、でその流れでさ、やっぱこういろんな久しぶりに全然連絡取ってなかったような人とかからもさ、連絡が来たりしてさ、うん、あ、なんか乗っ取られたおかげで、なんかそのね、こう久しぶりに連絡取れて、なんかちょっと LINE のやり取りなんかもしたりして。元カノからも来た？元カノからは、あー、元カノからは来んかったな。そういう、そういうあれもあるか。いやいや、あの、こんかったけど、なんかでも嬉しかったよ、それはそれで。なるほどね。迷惑かけたなとは思いつつ、はいはいはい、うん、まあ大体さ、結構乗っ取られてんなと思って無視したりするじゃん。そうね、うん、うん、僕もそうやってほったらかしにしてて、まあ誰かが言ってるだろうっつってさ、はい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 、まあ僕が言う必要ないかとか思ったりするけど、連絡来たら来たでね、嬉しいね、これ。ああ、やっぱりね。あ、こう、うん、でなんかちょっと元気ですかとかさ、うん、その教えてくれる方もさ、なんか最近どうみたいなこと言ってくれるわけよ、うん、やっぱそれだけじゃなくてね。はい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 。なんかそういう流れになると、お、乗っ取られるのも意外と悪くないなって。ちょっと、いや、迷惑かけたのはね、迷惑かけて申し訳ないなと思いつつ、うん、まあそれはそれでなんか悪くないなって思っちゃった。石田君がメディアを乗っ取ってよぐらいの感じのね。うん。そういううまいことをドラマを、いや、うん、なんか そういうこと言ってくるやつはなんかチって思うけど、乗っ取られてる場合じゃないよ、フェイスブックをっつって。電波を乗っ取れよ、電波乗っ取れよ、お前月給を全部乗っ取れよって。うわ、うるさいなと思うし、いらん、いらん、いらん、そんなもんいらん、うるさいやつ。全然いらんなと思う。やかましいやつ。そんな人いなかったです。あ、よかったです。本当に、うん、ただただやっぱみんなこう、はい、優しく気をつけてとかさ、怖いねとかね。ねえ、と言いつつ、元気は、じゃあ飲みに、久しぶりだし飲みに行きたいねとかね。うん、ちょっとなんかそういう流れもあったりしてね。ちょっと、うん、じゃあ過去の旧友とのなんかその思い出の掘り起こしも行えたと。うん、そうそうそう。うん。よかったじゃないですか。いや、よかったね。まあその誰にも、うん、特に迷惑かかってないのであればね、いいじゃないですか。まあでもわかんない。それなんか変な動画送りつけてるっぽいんで、それを見た人はちょっと。確かにね、まずいけど、ちょっとウイルス除去を教えてもらって。そうそう、なんですよね。まあ素早く対処法もなんか教えてくれたりして、こうしたらいいよみたいな。うん、いや、ありがたいことです。まあ乗っ取られる怖いね。いや、ほんま、なんで乗っ取られるんやろ、あれね。バレるんだね。うーん、いや怖いよ、気をつけよ。
なんだろうね、この自分がさ何かに依存してるというか、コンピューターの中に、まあオンライン、うん、なんかさ今おだからオフラインって言うじゃん現実を、うん、なんか逆やろって思うもんね、こっちがオンやろって、現実がオンやろ、うん、って思ってしまうというかさ、なんかだから会議とかでもさ最近リモートが多くてさ、まあでも、うん、実際にも参加できる人はぜひ参加してくださいみたいな会議があったりするのよね、うん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 、そしたらじゃあオフラインで参加しますとかって、僕もオフライン参加しますとかって言ったりするんやけどさ、うん、オフライン参加ってさ、うん、まあ実際会うことないけどさ、うん、なんかそれが後みたいな感じや、そっちが先やったのに、で言ってことは、うんうん、俺何言ってる、いや分かるよ、俺何言ってる、俺何言ってる、すごい分かるけど、うん、あの、ま、電波つながってるがオンやからそれはオフやろなと思うしいやまあそうなんだけど、うん、うただ石田さんの言わんとしたことは分かる、うん、本来会う、うん、こっちが現実がオンやったはずやのに、そう、うん、今やネットの次みたいになってる、オフ会がさ、うん、オフ会が、いやだから、うん、だからオンじゃない、うん、オフで会うからよ、ネット外で会うからオフやから何の間違いでもないんやけど、間違いない、いやなんか気持ち悪い、うん、でも俺はもう俺はこっちがオンがいい、うんうん、なんかもうすごい気持ち、もう変えたい、これは、それじゃあ毎回言ってくださいよ、うん、僕は実際に会うけどオンで会いますってがこれが実際に会うことをオンだと思ってます、オンだと思ってますんでオンです、うん、うん、でもあなた方の言う言葉によるとオフかもしれませんっていうねを、そうね、うん、オフラインカッコでそのこと書いて、うん、でも現実で会うことを僕はオンだと思ってるんで、オンの気持ちでいきます、カッコ閉じみたいなんで、うん、文章書くようにするわ、それでも石田さんだけ、うん、多分、うんうんうん、CC 抜かれてあいつうるさいなってメール飛びますけどね抜かれてね、抜かれて俺だけ CC 抜かれてあいつうるさいなってなるけど、うん、乗っ取られたのもさ、うん、乗っ取られてないし、俺は俺やし、そうよ、そう思うし、そう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 、うん、乗っ取られたのは Facebook のなんかもう変なこうなん、ここにあるものがなんか俺ではないしな、確かにね、みたいな、うん、で石田さん乗っ取られてますよにもじゃあ切れてるわけや、そんなん、いや石田さんのフェイスブックのアカウントが乗っ取られてますよやったらまださも、なんか俺がなんかこう何病に伏したみたいなさ、大丈夫みたいな、霊にね、霊に取り憑かれたかのように、うん、そういやいや全然元気やし俺は、うんうん、俺じゃないし動画送りつけてんのはもうやめて、その乗っ取るのとかもうやめよ、うん、ネット上で悪いことすんの、そうね、悪口言うのもやめよ、悪口言うのやめよ、うん、本当に、あ、そう、それで言うと今日なんだけど、うん、日本放送の吉田直樹アナウンサー、はい、日本一忙しいラジオアナウンサーが、ラジオアナウンサー、はい、ヨッピーさんから LINE 来て、石田さんの名前出しましたとかっつって、うん、その僕がヨッピーさんに昔ね、うん、こう寺山修司の言葉で、うん、悪口においてはまあ言ってる方が脇役で、言われてる方が主役になるという定めであるみたいな、うん、そういう言葉が寺山修司が言ってて、なんかいい言葉だと思ったんですよね、うん、みたいな話をまあヨッピーさんに したんですよ、はいはい、結構昔舞台で一緒だった時で、そのことをヨッピーさんが覚えてて、なんかインタビューでそれを、うん、まあヨッピーさん本出されてね、うん、話し方聞き方の教科書っていうヨッピーさん、元コミュ障アナウンサーが考案した会話がしんどい人のための話し方聞き方の教科書って、まあ、本出してて、うん、でそれのなんかこうインタビューでなんか僕の名前出してくれたみたいで、はいはい、でなんかこう
すごいそれがなんかツイッター上にもねいっぱい流れてたみたいなんでね、で丁寧に石田さん名前出しましたよみたいなんで連絡くれてヨッピーさんが、だからありがとうございますみたいな、まあその言葉は寺山修司の言葉だからさ、僕が言った言葉じゃないんだけどさ、なんかさも僕が言ったみたいな感じになってたんだけど、あのそれはあの寺山修司さんの言葉で、でもそれが僕は好きなのよその言葉が、悪口においてはこう言われてる方がね主役で、言ってる方が脇役であると、まあ人生っていうのは自分が主役でなければならないと、脇役になってはならないと、人生においてはね、自分の人生なんだからっていう、これいじめにおいてもそうだなと思うのよ、もういじめられてる方が主役で、いじめる方は脇役になるわけよ、もう絶対いじめちゃいけないのよ、で戻ってくるんやけど、だから乗っ取ってはいけないのよ、人の乗っ取られてる方が主役なんだよ、俺はだから今日主役だったよやっぱ。なるほど、だから乗っ取ったやつ、そんなことしてるやつはほんとつまんない人生だよ、自分を脇役にしてるような人生なんだよ。なるほど、やめて、だから乗っ取るの最終ね最終的にやめてっていうそれが言いたかった、大事なことです。全然響いてないな、全然響いてへんまあ男女もいっぱい乗っ取られてるもんね。そう、ね、いや俺主役いっぱいなってたよなと思って、いっぱい主役やってるもんね。まあ行きましょう、今日は。はい、というわけでカクテル恋愛相談室兄弟のお話ということでね、いろいろ皆さんでたくさんねメッセージいただいてます。そうなんですよ、結構ねメッセージ多いんで、じゃあちょっとパッパッパーっといきたいと思いますよ。はい、ラジオネームカツ、カツさんありがとう。宇治さん、団長さん、こんにちは。こんにちは。先週のポッドキャスト、茨城県は茨城であり茨城ではないなと思って聞いてました。これねたくさんいただきました、失礼しました、はい、本当に貴船が貴船なのか貴船なのかぐらい気になりました貴船に関しては貴船、どっちでもありなんだって。へえ、濁ってもいいみたいで、もう地元の人たちは貴船って言ってるらしくて、茨城はこれはもう絶対にそうなんですね、茨城ではないんですね。もう正直気にしたことなかったわ。ああ失礼しました、これはもう茨城の方々、俺でも茨城やと思ってたな。大阪にもね茨城市ってあるから、あれは茨城です、茨城市か、ああこれも茨城なんだあじゃあもう茨城は存在しないのね、このように。なんかヤンキー漫画とかで、千葉とか茨城のことを指して千葉らぎって言葉があるのよ。ほうほうほう。それは千葉らぎなのよ、なぜか。え？僕多分それに引っ張られて茨城やと多分思ってたと思う。まあそこまで気にしたことはなかったけど。ほう。だからもうちょっと、だから相撲で決めよう、相撲で誰が正しいか。いやいやこれ決まってんじゃない、茨城なんでしょ。いやもう相撲が強いやつが決めれるんですこれは。はい、茨城失礼しました本当に、はいはい、茨城県。まあねたくさんたくさんいただきましたご指摘。そうですか。はい。直していきましょう、じゃあお互いに、ね。直していきましょう。はい。はい、兄弟の話。うちは妹が2人の3兄弟で、お妹たちが小学校の1年生と3年生にいる時に僕が5年生といった年齢の離れからでした。2歳4歳差ね。上の妹は誕生日が近く、僕の1週間前が妹の誕生日で、妹の誕生日にケーキなどのお祝いはまとめられていました。あるある、なるほどな、はい、まとめられてるよね、はいはい。僕は今でもそうですが、思いついたらやってみる性分で、当時テレビでからし入りシュークリームのドッキリをやっていて、これをやってみたいと思い妹たちに仕掛けました。お、シュークリームではなくてわらび餅にまぶす黒蜜きな粉の黒蜜をからしに変えて、不自然にならないようにからしが混ざってないところを食べて残りを妹たちに。その後は悲劇でした。妹たちはからしで泣きわめき、僕は母親にめっちゃ叱られ自分で仕掛けたくせに妹たちがあんなに泣き散らかすからしはやばいなとトラウマになり、大人になるまでからしが食べられませんでした。今では適度な距離感で妹たちとは付き合ってるつもりです。うわー、ちょっとねこうた
あの面白いかなと思っていたずらやっちゃったら大変なことになったっていうね。そうそう、それがもう大事故になるっていうね。いやこれは怒られるわ。ちなみにね、あの勝から、追記と訂正が来てまして、はいはいはい、殿かっこ石田さん、石田派閥取られると僕も参加したいなと生配信見てました。石田派閥感動支部作りませんか、はい、とのことでございます。ありがとうございます。なんか生配信でねそういうのやってたんですけど、ありがとうございます、見ていただいたみたいで。はい、はい、作りましょうかね。そうですね、まあでもリスナーはもう石田派閥と、もう全員石田派閥と言っていいと思ってるんです、こっちおろリスナーは。うん、いやだから、うん、そのだ週刊ヨーロッパ組とどう戦争するかよ、だから、うん、そうね。あ、いやいやでも金あの権限にありなんで、あり、ありありあり全然。だからもう、あ、そうする、もう石田派閥で呼んでいく、こうよく ラジオのリスナーの人をこう呼ぶのあるじゃん。ああ、モノローフって呼んだりね。ね、こう自分で石田派閥、まあ、うん、でもすぐ忘れると思うんだ俺多分こういうの。そうでしょうね。うん、リスナーさんって言っちゃうから、うん、うん、でも気持ち的にはみんな石田派閥ってことで、石田派閥っていうことで。わかりました。じゃあ次の石田派閥から来ております。はい、デルタ、デルタさん、私は3人兄弟の真ん中で兄と弟がいます。小さい頃は本当によく喧嘩ばかりしていて、中学になってからパタリと喧嘩なくしなくなりました。音楽は完全に兄の影響で、ブルーハーツや RC サクセション、ローリングソーズなどを聴くようになり、兄が買ってきたレコードからおすすめを次々カセットにダビングしてもらいました。高校、大学と芸術の学校に行っていた兄がこれ面白いでと教えてくれるのはどれも新鮮で、映画も影響を受けました。そういえば深夜ラジオを聞き始めたきっかけも兄だったな。弟は少し離れてるせいか独自に好きなものを開拓し、私と兄がキャッキャしてるのを横で冷静に見てて、たまにボソッと会話に入ってくる感じでした、ということでございます。なるほど。いやこれもうまさに僕も一緒で、あら、お兄ちゃんがいるんですけど、もうお兄ちゃんの影響でいろんなもの好きになりましたね。もう真似っこばっかしてた。ああ、真似っこ弟ね。もう真似っ子弟でめちゃくちゃお兄ちゃんに煙たがられて、うん、そうなんや大体は、うん、うん、で友達とかと遊ぶ時も僕お兄ちゃんの友達とかと遊んだりしてさ、なんか、うんうんうん、もう変にませちゃって、うん、ですっごい嫌がられてたねお兄ちゃんからは。兄からしたらね、うん、弟とかこう入ってくるの嫌やもんね。まあと思う、うん、もうその時はさ、もう分からずさ、無邪気にさ、うん、お兄ちゃんも好きやったしさ、うん、遊ぼう遊ぼうやし、そうね、面白いもんやっぱ知ってるしさ、お兄ちゃんって。まあね、そうだよ。で、まあね、同級生の友達が知らないことをやっぱ知ってるからさ、うん、なんかすごいこう自分が大人になった気持ちもなるし、うん、すっごい真似っこしてたな。まあ、将棋とか好きになったのもお兄ちゃんの影響だし、テレビ番組でそれこそトンネルズ好きになったのもお兄ちゃんの影響、オールナイトニッポントンネルズお兄ちゃんが聞いててとか、うっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポン聞いててとかで、もうラジオ聞くようになったっていうのも全部お兄ちゃんしな。もう、真似っこしかしてなかったね。なるほど。演劇を始めてからですか、たもと分けたんは。もっと分けてはないけど、うん、そうね。でもそこは全然趣味違ったねお兄ちゃんとね。まあでもそんなやっぱ兄から兄とかお姉ちゃんからね、めっちゃ影響受ける、伝わってくるもんってでかいんですな。はい、次行きましょうか。はいはい、はい、エリリンからありがとうございます。医者さん、男女さん、こんにちは。こんにちは。トークテーマ、兄弟の話。うん、私は妹がいます、はい、2歳下なので子供の頃はしょっちゅう喧嘩をしていました。まあそうね、成人してからは割と仲良しで服の貸し借りなんかもしていましたよ。ちなみに、妹は土屋アンナさんにそっくりらしいでございます。というわけでございます。はい、まあ、仲のいい、兄弟なのでね。いいな、女の子同士ってそういうのがあるからいいよね。服の貸し借りとかね。はい、まあいつかヨーロッパ企画の本公演も一緒に行きたいなって言ってますね。ああ、来てほしいね。はい、
土屋ん中綺麗やな。綺麗ですね。はい、じゃあ次行きますか。はい、次のメッセージ、T ボイ。 T ボイ、静岡県出身、東京都在住、23歳、ラジオネーム T ボイ。医者さん、団長さん、こんにちは、 T ボイです。さて、トークテーマ兄弟ですが、僕は4人兄弟で、僕は第2子の長男です。はいはいはい、僕以外はみんな女で、だから、うん、第2子やけど長男ね。はいはい、そういうことね。あと僕以外はみんな女で、スマブラをやるのに肩身の狭い思いをしていました。なるほど、ね、あ、女兄弟ね。また僕は女兄弟が多いおかげでジャニーズにめちゃめちゃ詳しくなり、波のジャニオタとは渡り合えるくらい知識も豊富です。へえ、お二人にもこんな思わぬ副産物みたいな知識や特技あったりしますか？次回テーマは思わぬ副産物を推薦します。難しいトークテーマやな、でもこういう理由でこうね、こうなったと、ね、はい、女兄弟多いからジャニーズに詳しくなったみたいなね。ああ、はいはい、あるかな、そんなの。難しいな、今パッと出てこんけど全然こんな出てこんのやなって出てこんけど、多い、多いじゃないですかいやこれ難しいやろ、うん、はい、思わん、うん、ないな。じゃあ次行きましょうかね。はい、はい、ピコさん。ピコさん、ありがとうございます。医者さん、団長さん、こんにちは。いやいや、暑いですね。うちの中にいるのに汗だくです。今回のトークテーマ、兄弟の話。姉と弟がいます。姉と弟、はい、もうそれぞれいい大人なので、うん、あんまり交流はありません。真ん中、昔からほどほどの距離感を保って、うん、いい感じで付き合えてるのかなとかって思っています。面白いエピソードがなくてごめんなさい。いえいえ、まだまだ暑さ厳しきより、水分ミネラル補給と美味しいご飯で力つけてお過ごしください。かっこ、ありがとうございます。私はスイカが大好きですが、重くて持ち帰るのが辛いので、はい、なかなか買う勇気が出ません。どうしたらいいでしょう。こう質問、こう恋愛相談。いや、これは、恋愛相談。これはどうしようね、確かにね。これは困るね。いや、いや、ちっちゃいの買えや。4分の1様みたいな買えや。まあそれもだ、今カットされてるやつが売ってたりするけどね、ちょっとしたスーパーなんかでは。カットスイカ買ったよろしいやんでもカットスイカがないスーパーなのかもしれないね、でかいやつ。うわ、これはでもどうしよう、困ったなこれはでももう、うん、まあ本当にね、一つはちっちゃいやつを買 う、 そう、ね、そのカットスイカ、うん、でもカットスイカがないんですよと、うん、うん、投書するしかないよね、カットスーパーにさ、投書してカットスイカ、もしくは売ってください、アマゾンで買えばいいけどね、うん、あ、売ってんのアマゾンって。売ってますよ、もちろん。そんなん、ね、肉とか持ってますから、ね、今や。そうか、冷凍便みたいなやつで、ふるさと納税みたいなんであるかもね、スイカとか送ってくれたり、もう家まで持ってきてくれるよ。うん、それかもうだから、スイカ買うためにむちゃくちゃ筋トレするかじゃない、うん、これそうね、いろんな、ね、対処法あると思うんで、いろいろ全部教えよう。もう、うん、そうね、と鍛える、うん、鍛える、まあ、ね、この方、まあ、恋人に持ってもらうとかね、うん、うん、まあ、その場で食うってのもあるわなその場で、買ってその場で、買ってその場で食う、買ってその場で食う、いいね。うん、スイカバーにするとかね。ああ、もうそっち側に折れるっていうことね。うん、俺もうスイカバーで行く。間違えてメロンバー買ってマクのさるからな。あ、じゃあメロンにしちゃうとかね、思い切って。ちょっとちっちゃいから。うん、メロンやったらいける。じゃあもっと考え方変えて、桃にするってのもあるからね。桃にするっていう考え方、いろいろありますよ、ある対処法、うん、でも一番いいのはもう我慢するじゃない、うん、やっぱりその痛みを伴うわけよ。そうそう、美味しいっていうのは、美味しいっていうのをね、こう味わうためには、そうそうそう、うん、買いましょう、買おう、頑張って買おう、はい、あ、まるまる1個大きいの買いましょう。そうです、ね、大きいの買っても冷蔵庫で冷やせないしね。そうなんよ、結局なんよ。だからやっぱカットされたやつを買う、うん、まあ、でも半分に割ってもスプーンでほじくりまくって食いたいからな、ガガガガブーっつって。そうね、一番うまいからな、スイカ、
お難しいこの問題は。確かにね、俺らみたいなもんじゃ答え出せなかったかもしれないな。ありがとうございます。こういうメッセージありがたいですよ。ありがたい、うん、嬉しい、うん、ほのぼのします、はい、ほのぼの系で。じゃあ皆さんよろしくお願いします、はい、ということで次のメッセージ、どうでもいい質問も送ってください。はい、ラジオネームどうでもよくない、どうでもよくない、ピコさんにとってはどうでもよくない、うん、そう食いたいわけだからね、スイカ。そうね、うん、失礼しました。はい、まあさ、もちろん俺にとってはどうでもいいんだけれども、もちろんもちろんでも力なりたい俺たちはピコの、はい、なりたい、はい、次のメッセージ、ラジオネーム満員電車。はい、医者さん、男女さん、こんばんは。こんばんは。兄弟の話ですか、満員電車には弟がいますだよね。弟、一人称満員電車なんですね名前で呼ぶタイプの、はい、ヨーロッパ客の話題で盛り上がれる唯一の存在です。おお、いつも一緒に暗い旅を見ています。すごい嬉しい。そんな弟にも最近彼女ができたようです。おお、ついこの間まで二次元美少女にしか興味なかったのに。おお、そうなんだ。ちょっとこう何をオタクっぽい感じの弟だったのかな。ただこれ気をつけないといけないのは、その彼女すら二次元美少女の可能性ありますからね、うん、いやそんなことないでしょ。三次元、三次元彼女でしょ。いやいや、やっぱりアニメキャラに対して俺の嫁っていうのはやっぱ通過儀式みたいなもんなんでね、通過儀礼これはそれでちょっとね、まあそれはそれでもう今の形としてはあるのかもしれないね。弟いないからな、妹も下がいないからね。自分が末っ子ね、まあ次男末っ子なんで、はい、なんかやっぱ違うよね感じが。確かにお兄ちゃん時は全然ピンとこんかったけど、まあ一回り以上離れてるんでね、うちは。はい、そうでございます。まあでもいいメッセージでございました、はい、ありがとうございます。次のメッセージ、ラジオネームいちご娘は一人っ子さん。いちご娘は一人っ子さん、はい、お疲れ様です。はい、トークテーマですが、私には兄弟がおりません。の一人っ子、うん、保育園小学校低学年くらいの頃は男兄弟いそうなんて言われたことがありました。あれ何なんでしょう一人っ子寂しくないと聞かれることもたびたびありました。幼い頃は家に遊び相手がいなくてつまらなく思うことも少しはあったものの、両親や周りの子の兄弟エピソードを知るうちに一人っ子も気楽でいいかもと思えるようになりました。しかし思春期以降になるとただ気楽なだけではなくなってきました。特に成績が下がったり進路につまずいたりした時に両親の理想を私一人に押し付けられるのは本当にしんどかったです。なるほどな、まあね、それしんどいね。確かに。また、うん、彼氏ができると専業主婦の母親からのおせっかいがひどいのですもう専業主婦関係ないけど別にその男どうなのだの口を挟んでくるわ。これが泊まりでデートに行くとなったらもう大変。出かけるまで何度もコンドーム持ったと聞いてきたのは今思い出してもうんざりしますかっこ笑 い, っていう、まあ、かっこ笑いでね。そうね、でもこういうことが言い合えるね、うん、こうお母さんってなんかいいじゃない、なんか友達みたいな感じというかね。でも大事なことやからね、うん、親が言わんとこんなん誰も言ってくれんから、コンドーム親なんかお母さんからしたらね、うん、娘でありなんかこうなんか言うじゃん、こう女の子のねこう、うん、お母さんとその関係ってなんか兄弟みたいな関係だったりしたりとかさ、なんか一緒に買い物行ったりさ、なんかね楽しそうだなって思ったりもするし、まあいいなって思いますよ。まあね、僕も男はそうならないしね。ああ、父親ともさそんなまあたまに一緒に風呂入ったりとかっていうのもあったかなぐらいな感じで、まあ銭湯行ったりとか、そういうのはあるけどさ、やっぱ女の子ってさこうね母親と一緒にお買い物行ったりさ、はい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 、ねお化粧の道具の貸し借りしたりとかさ、なんか
なんか楽しそうにしてるな、兄弟みたいな関係でいるなとかっていう、まあそういうの嬉しかったりするのかもしれないしね、こうお母さんからしたら。なるほどね。俺なんかもでも家族仲いいから親父の服も持って帰りますけどね。腕時計を没収したり。いいね、そういう関係性の父親って。そうだね、一人っ子ちゃんね。まあね、いろんなあれがありますわな。そうでございますな。あといい話、いい話いろいろ聞けたな。はい、ヤトバシからもメッセージあるんですけれども、はい、これはちょっと私が後で熟読しておきます。ありがとうございます。でもいっぱい兄弟の話ありますね、皆さんね。なんだかんだで、はい、あるようでございます。やっぱこういうトークテーマがいいんだろうね。ああ、恋愛相談せいやと思いますけどね。うん。え？うん。何、これ何室やったかなとドキッとするけど、うん、カクテル何室やったんやろと思う。カクテル恋愛相談室。あるけど。そうね。まあまあでも、うん。うん。こういうのから思いつくこともあるから。そうね。うん。どうしますか、じゃあ。どうしよう、トークテーマ。どうしような。果物、果物の話出たし。スイカ？好きな果物の話しようよ。うん。好きな果物を教えてほしいな。いい食べ方とか。それでいこう。好きな果物。まあ僕もほんと正直もう恥ずかしいけど、やっぱみかんなんですよね。やっぱ愛媛生まれで。さすがレペゼンしますね、リプレゼント。地元俺子供がやっぱ食ってたからな、ずっと。僕はもう完全にメロン。ああ、王様。メロン。か、あの果物王様、桃の甘いとこ。うわ、お金かかるな。かかる、金かかる子供やな。金かかる子供。おわがもう全然金かからんで、みかん食っとけっつってさ。そこいら中になってるから。そこいら中にあるからさ。今もあるしさ。夏みかん、ハウスみかん、手広くして。みかん果物の話いこう。わかりました。はい、じゃあ果物にまつわるエピソード。果物でなんかやっぱその好きだし、やっぱ困ったことあったらやっぱ相談してほしい。それは全部解決するから。今日のスイカみたいに。あ、そういうことね。あ、スイカの種飲んじゃったけど大丈夫でしょうかとか。いろいろあるから。あるね、大丈夫だよっつって。それは全部大便となって出てくるよ。イチジク生臭くてゲロ吐きそうですとか。いやそんなことないやろ、イチジク。それも悪なってる。イチジク美味しいよ。悪なってるイチジクしか食ってないじゃん。それは。わかりました。いいじゃん、果物の話、はい、で果物でちょっと困ったことあったら教えてください。果物での、はい、解決ね、はい、次回は解決石だね。わかりました、はい、二人で解決していきましょう。はい、行きましょうよ。はい、はい、といったところで今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら。さよなら。Love FM Podcast。Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。Love FM Podcast。